ドコモモバイル株式会社は、かつて存在した、NTT ドコモ100%出資の完全子会社。NTT ドコモの端末保守、故障受付関連、通話サービスエリア品質調査、各種コールセンター業務、ドコモショップへの支援、研修業務、端末通りサイクル、再資源化業務のほか、ドコモグループのロジスティクス業務などを受け持つ、機能分担し会社であった。 2008年12月1日にドコモセンツー株式会社を吸収合併し、同社の衛星電話、船舶電話事業を引き継いだ。2014年7月1日にドコモサービス株式会社、ドコモビジネスネット株式会社とともにドコモエンジニアリング株式会社が吸収合併。称号変更により株式会社ドコモ CS となった。かつては、 自動車電話の車種別フィッティングおよび取り付けなどを主業務とする拠点を都内3カ所に持っていたが現在その業務は収束している。モバイルマルチメディア製品のデモンストレーションおよび端末等の故障受付窓口として有楽町電気ビルジング内にドコモテクニカルサービススクエア丸の内と新宿 NS ビル内に ドコモテクニカルサービススクエア新宿の2拠点をもって、板が再編され、秋葉原オックスビル内に、ドコモテクニカルラボ秋葉原という、NTT ドコモのショールームを兼ね備えた、モバイルマルチメディア製品のテクニカルサポートと、端末故障の受付専門窓口を持つ。また、両国駅前の NTT ドコモスミラビル内で、NTT ドコモ歴史展示スクエアを運営し、 過去のドコモ携帯電話端末などを一堂に見ることができる。コールセンター業務としては、NTT ドコモ113センターや、モバイルテクニカルセンターを行った。歴史展示スクエアのある NTT ドコモすみたビル。ありがとうございます。